ついに、アメリカ駆逐艦を長江河口に、姿を中国側へ。今回この事案を、詳しく見ていきます。ここ最近の動きが分かってくるような。中国は、海側だけでなく陸側にも、目を向けないとロシアにも、注意が必要と分かっているのかな。韓国中央日報の記事によると、2021年4月3日、中国の北京大学慶応研究所士官のシンクタンクである南海戦略体制監視計画、スクピが、米海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級駆逐艦、マスティン、DDG-89 の航跡図を公開し、長江河口付近に接近して、武力示威を行ったと伝えた。スクピによると、マスティンは、3月27日に、母港の横須賀を出港、東シナ海に入り、上海の東の沖合250km の地点で南下、長江河口にある。船山群島の東側 50km にまで接近し通過したことを明らかにした。この日、中国福建省のアモイで、中韓外相会談が開かれており、北朝鮮問題などについて話し合われたとされているが、米韓の同盟に亀裂を生じさせようとする中国の動きと、韓国がそれに乗らないように、牽制意味合いがあったのではないかとの憶測がある。中国もまた、同日に、空母、遼寧を含む6隻から、なる艦隊を、沖縄本島と、宮古島の間にある、宮古海峡の公海を通過させて、西太平洋に進出させた。空母、遼寧以下、055型連配級ミサイル駆逐艦、南アキラ、052D 型コンアキラ級駆逐艦、成都、太原、054A 型フリゲート艦、清霞、901型総合補給艦、コリン湖の6隻から、なる艦隊は、3日午前8時に長崎県の、男女群島沖南西 470km を航行中に、海上自衛隊に発見されていた。遼寧は、宮古海峡を通過した後、台湾周辺において訓練を実施していると中国海軍報道官が明らかにした上で、中国海軍は計画に基づいて今度も同様の訓練を展開する予定であるとしている。今回の中国艦隊で特筆すべきは、055型連配級ミサイル駆逐艦。南アキラの存在である。この南アキラについては、海上自衛隊が2021年3月に今アキラ級駆逐艦、成都、航海型フリゲート、隊形とともに対馬海峡から日本海に入ったことを確認し、初めてその存在を認知したとされていた。なお、日本の防衛省では、連配級ミサイル駆逐艦と呼称しているが、米国防省や国際戦略研究所年報、ミリタリーバランスでは、連配型巡洋艦としていて、日米での呼称が統一されていないのであるが、南アキラの満載排水量は1万3000トンとされていて、米海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が、1万トンであることからすれば、巡洋艦とすべきであろう。連配型巡洋艦は、ステルス性の高い艦隊で、高性能とされる。2種類のアクティブフェーズドアレイアンテナ、AESA、低非探知レーダーなどが採用されていて、高度な情報分析が可能として、西側諸国では、中国海軍のイージス艦として認知されている。中国海軍は、この先、この
遠配型巡洋艦の建造に注力していくとされ、今回艦隊に含まれている1番艦、南明のほか、2番艦、大連が、2020年12月15日に就役して南海艦隊に、3番艦、ラサが、2021年3月2日に就役して、南明と同じ北海艦隊に、配備されていて、その他に、5隻がすでに浸水し、偽装工事が進められている。中国海軍は、今後、空母と連配型巡洋艦等を組み合わせて艦隊を組ませ、米海軍でいうところの空母打撃群として、運用するのであろうと予想されている。4月4日には、米海軍の空母、セオドア・ルーズベルトを含む、第9空母打撃群が、マラッカ海峡から南シナ海に進出しマレーシア空軍との合同訓練を実施するなど活動を展開しているが、セオドア・ルーズベルトは今年になって2回目の南シナ海入りで、米海軍は定期的作戦行動としているが、今回の中国艦隊の動きに合わせた行動と見る向きが多い。また4月7日には、中国軍機15機が、台湾の防空識別圏 ADIZ に、侵入したが、同時に、米海軍は第7艦隊のアーレイ・バーク級、ミサイル駆逐艦、ジョン・ S ・マケインによる台湾海峡通過を、実施しており、台湾周辺から南シナ海にかけて、まさに一触即発の状況が続いている。ここ数年の中国による異常なまでの軍事的海洋進出については、日米や周辺のアジア諸国のみならずヨーロッパ諸国も関心を示しており、フランスがフリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させたほか、ドイツ海軍がフリゲートを派遣しているほかにも、米海軍が最新鋭空母、クイーン・エリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表するなど、米や豪などとも協力しながら中国を牽制する動きが出ている。この仏独英三国は、2020年9月に、国連において、中国が南シナ海において、管轄権があると主張している九段線が国連海洋法条約、ウンクロスに違反しているとして、公上書を国連に提出しており、中国の主張に反対する。立場を明確にするために、軍艦を派遣しているのである。このような動きに対して、一歩も引く気配のない中国だが、はっきりしていることは、台湾にせよ、尖閣諸島にせよ、海戦のイニシアチブを握っているのは中国側であるということだ。特に、台湾においては、戦時、米インド太平洋軍司令官に就任したジョン・アキリーノ海軍大将が、多くの人が理解しているよりも、中国が台湾に侵攻する脅威は深刻で切迫していると述べて注目されている。さらに、アキリーノ司令官は、前任のフィリップ・デイビッドソン司令官が、今後6年以内に、中国が台湾に侵攻する可能性が非常に高いと述べたことについては同意しないと述べて、いつでも中国による台湾侵攻が差し迫っているとの考えを示した上で、米国が東アジア地域の防衛力を強化するために提案している
予算270億ドル、約2兆9000億円の計画を早急に実施する必要があると主張した。そして、中国の台湾侵攻を何もせずに許してしまうことで、台湾近海を経由している物流が滞ることで、貿易に影響が出る恐れがあることと、日本、韓国、フィリピンなどのアジアにおける米国の同盟諸国が寄せている信頼が大きく損なわれることを懸念していると述べた。米インド太平洋軍の新任司令官がこのように述べたことについて、日本政府は、その発言の重みを真剣に考えるべきであり、台湾をめぐって、米中の軍事衝突が発生した場合、決して対岸の火事ではないのである。先の日、米安全保障協議委員会2+2では日米両政府が、台湾侵攻時に、在日米軍が介入した場合に、日本が米軍の後方支援を行うことが確認されている。在日米軍の基地防衛のほか、資源を輸入に頼る日本に重要な影響がある。シーレーン防衛などは、自衛隊が受け持つ部分が大きくなる可能性がある。そして、例えば、シーレーン防衛のために、警戒中の米海軍艦船が攻撃を受けた場合に、それを守るために、自衛隊が武力を行使できるのかなど、あらゆる事態を想定し、集団的自衛権による武力行使が可能かどうかを、急ぎ検討しておかねばならないのだ。